まだまだ50の元男子、高根の花子と申します。よろしくお願いいたします。5月で18歳のリュウ君も頑張って生きております。今日は自分のことを好きになる方法というテーマでいろいろお話ししていこうと思います。かつて私も自分のことが大嫌いでした。自己否定で本当に自分のことが好きになれなくて悩んでいた時期もあるんですけれども、そんな中で今日は質問箱にあるメッセージというかお悩み相談をいただきました。自分のことをどうやって好きになったらいいのか、私が乗り越えてきたことなので独断と偏見になると思うんですけれども、自分のことを好きになる方法、自分のことを否定しないで自分のことを肯定する方法と思って動画を見ていただけたらと思います。この動画見終わってからでいいので、ちょっとでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、まずメッセージをご紹介していきたいと思います。質問箱の方には動画でお答えしますね、いつになるか分かりませんけどお待ちくださいというふうにご返答しておきました。ココさんの動画で背中を押してもらっております。中学生で嫌がらせに遭い自傷行為をやめられずに今は癖になってしまっています。過去に囚われている気がして自傷行為やめるために頑張っています。ただ自分を大切にするということに一歩踏み出せずにいます。3年後の同窓会に参加して笑顔でみんなに会える自分になるためにやった方が良いことはありますか。変な質問でごめんなさい、というような質問というかお悩みというかそういうのをいただいたんですけれども、全然変じゃないですし、確かにこの文章の中には自傷行為とか自己否定してしまってるのかなっていう面も見えるんですけれども、3年後の同窓会に参加したいというすごく前向きなコメントとか、なんとか今の自分を脱却して素敵な自分になりたい、自分のことを好きになりたいって、そういうのがすごく感じられたので、今回のこの動画が参考になるかどうかもわからないし、質問のお答えになるかどうかもわからないんですけれども、この動画をご覧の方の中にもどうしても自分のことが好きになれないって、自分の愛し方がわからないって、自己肯定感って言ってもわからないという方がいらっしゃるので、これまでも動画にたくさんしてきたんですけれども、今日はちょっと丁寧に自分のことを好きになる方法とか自分を大切にする方法、これをテーマにお話ししていきたいと思います。私も過去を振り返ってみて、自分のことがどうしても好きになれなかった時っていうのは、どこに視点を置いてたのかって今の私から見るとそう思うんですね。マイナス面を見てたのか、プラス面を見てたのか。この動画でも自分の嫌いなところを書き出して、それを好きに変換してみてくださいっていうお話、過去にもいろいろしてきたんですけれども、プラス面を見たりとか、いいところを見る、幸せ探しをする、じゃあそれはどうやってやったらいいのかと。私も過去の自分を見てて、自分のことが肯定できなかった時っていうのは、自分のマイナス面をすごく見てたのはわかるんだけれども、プラス面をどうやって見たらいいのか、いいところをどうやって探したらいいのか、見方も探し方もわからなかったっていうのが本音なんですね。そこで過去の私に今の私がどうやって自分を好きになればいいのか、どうやって自分を肯定すればいいのか、どうやっていい方を見ればいいのか、どうやってプラスの方を見ればいいのかっていうことをわからなかったあの時の私に言えることがあるとしたら、こだわりを捨てなさいって言いたいんですよ。やっぱりいろいろな呪縛あるじゃないですか。男はこうあらねばならない、女はこうあらねばならないみたいな、そう言われてきて一番悩んできた私自身が、なんかそこにこだわりがあったんじゃないのかなって。女になりたいんだったらこうでなくちゃならないとか、自分で自分のことを肯定できなかったりとか、自分で自分のことを好きになれない時ってめちゃくちゃこだわりがあると思うんですね。もしこの動画をご覧の方で自分のことが好きになれないと思ってる人がいたとしたら、自分に問いかけてみてください。こだわりはないでしょうか。こうしなくてはいけないとか、こうあらねばならないとか、こうあるべきとか、そういうこだわりを少しずつでいいので手放してみるんですね。そうすることで、自分の中にある欠点とか、自分の中にある好きになれない部分とか、自分の中にある許せない部分をちょっとずつ許すことができてくるんですね。この許すという行為っていうのは、言葉で言ったら簡単だと思うんですけれども、丁寧にやらないとわからないことってあるんですよ。なので、どうしても自分のことが好きになれないっていうあなたがそこにいたとしたら、変なこだわりとか、自分の中で呪縛に伴ったルールみたいなのはないでしょうか。特に私たち世代、ヴィンテージ世代の私たちは、常識って言って詰め込まれた世代なので、どうしてもその呪縛っていうのがあると思うんですけれども、少しずつでもいいので自分の中のこだわりを捨てて、そしてこだわりを捨てるためには、自分の中にあるこれはいけないなと思うことをちょっとずつ解禁してあげるんです。ちょっとずつ許してあげるんです。ちょっとずつ甘くなってみるんです。ちょっとずつ緩くなってみるんです。
。そうすることで自分の中の、あ、これはいけないことだと思ってたけれども、そこは許して愛してあげようって、ここ欠点だと思ってたけれども、確かに人から見たら欠点かもしれないけれども、自分だけはここは認めてあげよう、自分だけはこれは愛してあげようって、もう一人の自分が自分を許したり愛することがちょっとずつできてくると思うんですね。そして次に、どうしても自分のことが愛せないんです、自分のことが肯定できないんですっていう人にやってほしいことは、前にも動画で言ったんですけれども、私なんてとか自分なんて、それを口癖にしてないでしょうか。そういうことをちょっとずつなくすだけでも、自分のことを肯定したりとか自分のことを好きになれると思うんですね。かつて私もそうでした。何かチャンスがあったりとか、人に褒められたりした時に、特にいえいえ私なんてそんな褒められるに値してないって、他人が私を認めてくれてるのに、当の私が、自分自身がそれを否定してたんですよ。せっかく人から認められたのに、せっかく人から褒めてくれたのに、それもいえいえ私なんてそんなに褒めてもらう自分には値しないと取り消してたんですね。他人が私の素敵なところを探してくれたと。もちろんその時私はまだまだ自分に男性の部分が残ってたから、自分に自信なんて持てない、こんな自信のない私なんて自分は好きになれないって思ってたけれども、そんな私のことを、そんな自信のない私の中から他人が私の素敵なところを探してくれたんですね。それに対しても私は否定をしてたんですよ。それって自分を否定してるようで、その人を否定してたなって、なんて失礼なことしてたんだろうって思ったんですね。日本人っていうのは謙遜文化ってあるじゃないですか。それが美徳とされてたような。でも謙遜も行き過ぎると自己否定になるんですよ。私なんて、自分なんてっていうことがもし口癖だったら、その口癖をなくしていきましょう。そして思考としても、ちょっと何かいい兆しが見えた時に、でも私なんてっていう風に下を向くのはやめてみましょう。私なんて、自分なんては必要ないんです。誰でも自分を好きになっていいんです。認められていいんです。誰かがすごくて、あなたがすごくないっていうことはないんです。なので謙遜も行き過ぎたら被害者意識になって、それこそ負の連鎖になってくるので、もうこの動画に出会っていただいたそこのあなたは、今日から私なんて、自分なんてっていうことをやめていくと、やがて自分のことを愛したり、もっと自分が好きになれるので、なくしていってください。そして今日一日の中で、今日そういえば自分なんて、私なんてって思わなかったなと思ったら、その自分を丁寧に認めてあげて、今日は言わなかったね、今日は自分を認めることができたよっていう感じで、ちゃんと自分を抱きしめて、自分に寄り添って、自分に拍手を送ってください。この拍手は何かの動画でも言ったんですけれども、音で聞こえるので、ちゃんと自分が認識します。脳が認識します。いつも私なんて、自分なんてって言ってたけれども、今日は言わなかった、私は偉いって、ちゃんと丁寧に認めてあげることが大切なんです。そして他にも本当はいっぱいあるんですけどね、このテーマ本当に語り尽くせないくらいあるんですけれども、私がやったこととしたら、とにかく鏡を見ました。一日に何回も鏡を見るんです。自分は何者なのか、もちろん男性から女性に変わる途中のあの顔の私なんて一番見たくなかったです。全然見たくなかった、絶対見たくなかった。でも見たんです。見ることによって、もっと頑張ろうって、前向きになれる自分がどこかにいるんですよ。 99% 後ろ向きでもいいんです。その中に 1% でも前向きな自分が絶対いるので、鏡を見ていろんなことを自問自答するんですね。自己否定してる時って、鏡を見たら自分の欠点はたくさん出てくると思います。そこで、でもこんなとこは素敵だよって、こんなとこはこうかもしれないけど、こういうとこは素敵だよって、もう一人の自分に登場してもらって、どんどん自分に声かけをしてくると、自分の中で気づきがあるので、これはぜひやってみてください。できればお風呂で一人になって、鏡を見て自分に問いかけをしてみてください。何回も何回も自分の顔を鏡で見ると、自分を俯瞰して見えるようになってきます。もう一人の自分が客観的に自分を見えるようになってきて、その自分が自分のいいところを発見してくれるので、鏡作戦はぜひやってください。そしてもう一つは、いつも動画で言ってるように、自分の好きなところを感情ノートにいっぱい書いてみてください。私はこのいつも絵を描いてるスケッチブックに感情ノートとしていろいろな感情を書くんですけれども、皆さんも自分なりの感情ノートを作っていただいて、ちょっとパッと目の引くような、私はこれカーレンスという画材メーカーのスケッチブックなんですけれども、これ最近ね、淡いピンク色とか水色とか白とかゴールデンカラーとかいろいろ出てるので、下の説明欄に貼っておくので、線も何も引いていない真っ
っさらなスケッチブックのような、普通ノートだったら線あるじゃないですか、そういう線とか何もない真っさらな真っ白な何も書いていないスケッチブックが一番いいと思うので、それはなぜなら線が書いてたら線の通り書こうとするじゃないですか。そうじゃなくて、もう縦横無尽に自由に書いてみてください。そこに書いてほしいことは自分の好きなところを書いてほしいんですけれども、どうしても欠点が浮かぶっていう場合はまず欠点を書いてくださっていいです。何かの動画でもお話ししたんですけれども、その欠点を書いていただいて枠組みを変えていくんですね。リフレーミングか何かの動画でもお話ししたと思うんですけれども、欠点を書いてその欠点を長所に置き換えるとしたら何なのかなって、ちょっと面倒かもしれないんですけれども、面倒な作業の中にこそ気づきとか発見とか自己肯定の鍵が出てくるので、ぜひやっていただきたいんですね。そしてこれ無理にでもやってほしいんですけれども、ちっちゃなことでもいいので自分を褒める習慣をつけてみてください。例えばふとした瞬間の笑顔が良かったなと思ったら声に出して言ってください。今日のさっきの私の笑顔はすごく可愛いって、今の笑顔はすごい世界一可愛いって、世界一って思えないと思うかもしれないんですけれども、ちょっと大げさに自分を褒めてみてください。こんなことで何が変わるんですかっていう声が飛んできそうなんですけれども、塵も積もれば山となるっていう言葉があるじゃないですか。そんな感じで日常から自分のことを褒めるようにするんです。これ自己否定繰り返してないそこの皆さんもやってください。皆さん普段から自分を褒めてます？結構自分のこと褒めないんですよ声で。例えば絵を描いてる方だったら、あ、昨日よりうまく描けたじゃん、すごいすごいっていう風な感じで声に出してほしいんですけれども、絵を描いてないっていう方だったら、例えばそうだな、メイクの時でもいいです。眉毛がいつもよりも綺麗に描けたら、あれ？いつもちょっと昭和になってたけど平成じゃないみたいな感じで、ちょっとずつ、これが褒めるかどうかわからないんですけれども、何でもいいんです。あら、今日口紅はみ出さずに濡れたかもみたいな、何でもいいので自分の中で褒めるところを探すんです。この探す作業をする中でどんどん自分の良いところっていうのが発見できてきて、どんどん自分のことが好きになれるので、ぜひ意識的に毎日自分を褒めてみてください。ココアートチャンネル。それから他に何か言えることがあるとしたら、ちっちゃな成功体験を増やしていくことでもいいんですね。無理な挑戦をして挫折するぐらいだったら、できそうなことに何かチャレンジをして、それを達成することをちょっとずつ増やしていって、自分の中で成功体験を増やしていくっていうのも自分を肯定できるチャンスにつながるので、ぜひやってほしいんですね。それから一番やってほしいというか、もう何を置いてもやってほしいのは、やっぱり直感に従ってほしいなっていうのがあるんですよ。頭の声より心の声を聞いてほしいなって。やっぱり日々生きてると、どうしても理性で物を考えたりとか、自分は本当はこれ好きだけれども、この年齢になってこれ好きっておかしいよねみたいな変な常識にとらわれることあるじゃないですか。もう常識なんてクソくらいっていうふうに思って、常識よりも直感、自分の直感を大切にしていくと自分を信じることができてくるんですね。これ買いたいなと思ったけれども、この年齢とかこの性別だったらおかしいかな、でも私は欲しいからこれを買うっていう感じで、買い物だけじゃなくても何かを選んだりとか、何か行動するときに直感に従って、その直感が何かのチャンスにつながることがあるので、ぜひ今直感を大切にできてないなっていう意識があったら、特に直感を大切にしてみてください。ココアートチャンネル。そして何かの動画で自己肯定感と自己愛って違うんですよっていう風なお話でもしたと思うんですけれども、自己肯定っていうのは自分を大切に、自分も特別に思ってもらいたいけれども、他の人も大切にしてほしいっていうのが、他の人も特別に思ってほしいっていうのが真の自己肯定感だと思うんですね。自己愛だったらもう自分だけが良ければいいと、自分が特別って思うと思うんですけれども、自分を愛して自分を好きになって自己肯定しようと思ったら、自分の隣の人も特別な存在だと、あの人はきっと特別な存在だから、あの人にどんないいところがあるんだろう、あの人にはどんな素敵なところがあるんだろうって、人の素敵なところとか人のいいところを探すことって自分のいいところに気づけたりもするので、もし直接の人間じゃなくても、会社の人じゃなくても、こういう動画で知り合った人でもいいです、画面越しでもいいので、その人の素敵なところを先ほどの感情ノートにいっぱい書くと、〇〇さんはこんなところが素敵、あんなところが素敵、こんなところが素敵と、自分がその人から取り入れたいとことか真似したいところもついでに書いてみてください。そうやって人の特別なところ、人の素敵なところを見つける作業の中で自分の素敵なところも見つかってくるので、ぜひやってみてください。
あとはときめくものとか、なんかウキウキするものとか、気持ちがキラキラするものに囲まれるっていうのも大事なんですよ。見てください、私この格好で外出れないでしょう風な水玉じゃないですか。先ほどの直感にもつながるんですけれども、こんなもの何の意味ないじゃないって、こんなもの何の意味がないじゃないって思うものでも、私はこれを雑貨屋さんで見つけた時に、あーなんか可愛い、こんな指輪があったら素敵って思って、大人だけれどもこれを手に入れたみたいな。そしてこれを手に入れて絵を描く机の上に置いたりとか、事務所に置いたりとかしてて、これが目に入るとその時のときめきも思い出すんですね。そうやってときめくものとか、自分がウキウキするものとか、いい香りのものとか、なんか使い心地がいいものとか、自分が幸せを感じるものに囲まれるっていうのも自分を愛することにつながるので、やっていただきたいんですね。あとはもうちょっとぐらい添加物気にしないで、食べたいものを食べたい時に美味しいものを食べるっていうのも大事です。やっぱり人間さ、美味しいものを食べた時に幸せってなるじゃないですか。その幸せっていう感じってすごく大切だと思うんですよ。なので食べたいなと思うものがあったら取り寄せてでもいいので、すぐ食べてみてください。今日はこのメッセージにもお答えしたかったんですけれども、動画をご覧の皆さんの中で、どうしても自分のことなかなか好きになれないんですっていう人がいたら、私がこれまで自分を好きになるためにやってきた数々の行動をちょっと動画にしてみました。そして今回お悩みいただいた中に、最後に3年後の同窓会に参加して笑顔でみんなに会える自分になるためにやった方がいいことはありますかっていう風に書いてくださってたので、思いつく限りをやってみました。なので今回ご相談くれた方も、自分のこと好きになれないっていう方も、今日私が言ったことを全部やってみてください。面倒だわと思うこともあると思うんですけれども、これをやっていく中で必ず何か発見があります。私はあったので。そしてこれを繰り返していく中で、私自分のこと大好きって、私は自分が大好きって言えるようになったので、ぜひやってみてください。たった一回の人生です。自分のこと気持ち悪い、自分のこと嫌い、自分のこと許せないと思って人生の大切な時間を過ごすのはあまりにももったいないです。せっかく生まれたんです。せっかく生きてるんです。だから自分のことをもっと好きになって、自分の素敵なところを発見して、より輝いた人生を送っていただきたいなって。なかなか一足飛びにはいかないと思います。でも今日私が言ったことを丁寧に一個ずつ、できることからでもいいので、ぜひやってみてください。その中であなたがハッとする瞬間がきっとあると思います。自分のこと好きになろうと思う瞬間が必ずあるので、ぜひやってみてください。この動画ちょっとでも良かったところがあったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。どうぞ心お元気でいらしてください。ありがとうございました。